FM 技能湾防災防犯番組ライフサポートラジオ時刻は10時を回りましたこの時間お届けするのは FM 技能湾スタッフ田辺ゆきですどうぞよろしくお願いいたしますこの番組は地域の防災防犯意識の向上を図りいざという時において冷静的確に行動ができるよう情報発信することが目的です できる限り地域に根ざしたさまざまな情報をお伝えしますこの番組ではご意見ご感想を受け付けております防災防犯に関する豆知識日頃から心がけていることなど些細な情報でも構いませんメールアドレスは797 fmginoan.com FM 技能ワンでは YouStream とツイキャスで映像と音声を配信しています FM 技能ワンのホームページから見ることができますまたサイマル放送、リッスンラジオで聞くこともできますパソコンでお聞きの方は FM 技能ワンのホームページに再生ボタンがありますスマホでお聞きの場合は無料アプリリッスンラジオより全国のラジオ局から FM 技能ワンを選曲しお聞きください FM 技能ワン防災防犯番組ライフサポートラジオお送りしますまずはじめに1月18日ということですので昨日1月17日は阪神淡路大震災が1995年に発生した日です午前5時46分に発生しました 記憶ししししていいいららっっゃゃる方いらっしゃいますでしょうか兵庫県の淡路島北部を震源とした直下型地震に中度、にグニチは7.3神戸、芦屋、西宮、宝塚の各市と淡路島で当時としては気象庁観測史上初の震度7を記録しました死者6,434人負傷者4万3,792人 全半壊した住宅約25万棟犠牲者の約8割が建物の倒壊などによる圧死とされた教訓からこの年10月に耐震改修促進法がそして98年には家を失った世帯への公的支援の在り方を定めた被災者生活再建支援法が成立しています。助の 必要が広く認識され1995年はボランティア元年とも呼ばれましたえ、昨日ですねこの朝5時46分この早いまだ寒い暗い時間からねあの黙祷された方もたくさんいらっしゃったと思,い,らっしゃったと思います犠牲者の方をえーえー、とお悔やみ申し上げます で昨日はあいにく雨だったということで、ね、あのろうそくを公園、東遊園地の方にともされたんですけれども、ね、この明かりがちょっとどうしても消えてしまいそうになるということがありましてあの消えないように、ね、傘で覆ったりする姿も見られたということです。えー、もうね結構年数が経ってきますと 記憶が薄れがちですけれどもね。本当にあの亡くなった方のためにもこの教訓を生かしてね。今もまあもう本当に生かされつつありますけれども、忘れないようにみんなで思い出していきたいと思います。また来週以降詳しくお伝えしていきたいと思います。今日は cm を挟みまして、ゲストのご紹介です。 そうですよね関西だから関西の医生の時は19歳だったわ5時40分の時寝てる時に地震をしてライフサポートラジオをお送りしていますツイキャスありがとうございます恋するかっちゃん ゆきちゃんおはよう阪神大震災の時は19歳やったわ5時46分あの時は寝てる時に地響きが聞こえた、はあそうですよね恋するかっちゃんさんは家近かったんじゃないですかね地響きですかはあやっぱり体験された方のね言葉はすごい違いますよね こういう言葉をね大事に聞いていきたいなと思います私関西なんですけどその時いなかったんですよね関西にだからね会ってないんでまたぜひ教えてくださいそれではここからはゲストのコーナーです、えー、今日は沖縄気象台業務課の久保直樹さんに来ていただいています2017年の沖縄地方の天候を振り返ってと題してお話を伺っていきます 久保さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。まああの2018年始まりましたけれどもね、えー。今日もまた天気悪いですけれども、までちょっと前は寒かったり、また来週は寒くなるという予報が出ていたり、天気はやっぱり目が離せないですね。そうですね。はい。あのー、まあ今日もちょっと雲が広がりやすい天気になってますけれども。はい はい、えっ、ー、と今週末はちょっとあの天気はぐずつきます。はい、あの、明日からちょっとあの雨が降りやすい、うん、で、週明けて、また23日ぐらいからはあの気温も低下していきますので、はい、引き続きあの低温にも注意していただきたいですねはい。いつも予報ありがとうございます。では、早速ですが、今日の話ね、えっ、ー、と去年1年を振り返っていこうということではい。よろしくお願いします。で、去年は。 そうだなざ,ざっくり言うと暑かったなあというイメージなんですけれども気温が高かったように感じたんですけれども実際はどうだったですかはいあの田辺さんおっしゃる通り、えー、昨年はその8月の沖縄地方の気温が平年よりも1.4度も高くて、はいえー、8月としては1946年の統計開始以来、えー、最も高い値を観測しました。うんはい、またあの1月と 秋の時期も統計開始以来最も高い値に並びまして、はい、年間を通して気温の高い年となっていますちなみに沖縄地方における年の平均気温の平年差ですがプラス0.6度となっていましてこれは1946年の統計開始以来3番目に高い値となりました なるほど気温の観測記録から見ても暑くてで記録尽くしの1年だったということです、ね、そうですすねねそうまたあの、細かなデータで振り返りますとこの暑さの目安として用いられる真夏日、えー、日最高気温が30度以上を言うんですけどもその継続日数が那覇、久米島ともに85日となりそれぞれの統計開始以来最も長い日数を更新しています。 また、えー、日最高気温が35度以上の日を示す猛暑日の日数なんですけれどもこちらは沖縄地方全体で4日出現しまして周りを海に囲まれた沖縄地方ではあのこういった真夏日の出現はほとんどなかったんですけども、うんえー、この結果からも昨年は年間を通して暑かったことが言えますすそうですよね猛暑日って聞いたことなかったのが急に出現しましたよね。はい 昨年は熱中症の発生がここ10年で最多となったということが報道でも取り上げられていましたし地球温暖化の影響で地球の平均気温が上昇している現状からも今年の夏もやはり熱中症には注意が必要ですよね、はいえー、気象台では毎年4月から10月の期間を対象に翌日または当日の最高気温が33度以上になることが予想される場合に 高温注注意意情報をを発表してて熱中症への注意を呼びかけています、はい、また、高温注意情報のほかにも目先1週間で最高気温が33度以上になることが予想される場合に発表する高温に関する気象情報や5日午後から14日午後を対象に1週間の平均気温が平年よりかなり高いまたはかなり低い場合に発表する異常天候早期警戒情報があります。 こういった情報はラジオやテレビで報道されるほか気象庁ホームページでも確認できますのでご活用お願いします。はい土木や、ね、建築現場作業とか農作業といった外での活動や夏場の場合は体育館など屋外より温度が高くなりやすい場所で運動されたりイベントを行うという際熱中症を予防するためにも気象台から発表される情報の利用をお願いします。 ではこの暑さや年間を通しての高温の原因ですが、2年ほど前に話題となったエルニーニョ現象が今も影響していますか。はい、えー、関連するデータなどから見ますと、エルニーニョ現象は一昨年2016年の春に収束しています。うん、では昨年の高温の要因についてですが、1月は大陸からの流れ込む寒気の影響が弱かったことが挙げられます。 うん、8月や秋の期間においては高温の縁を回り込む暖かい空気の影響で高温になったと考えられています夏から秋にかけて高気圧の勢力が強かったということですかそうですね、うんえー、特に9月から11月の秋の期間に高温となった要因はフィリピン付近で赤卵雲の発生に欠かせない対流活動が活発になった影響で日本の南東海上では 太平洋高気圧の勢力が平年より強まりましたそのため、うん、太平洋高気圧の縁を回る暖かい空気が沖縄地方に流れやすくなったためだったと考えられています、うん、また背景には地球温暖化の進行によって大気全体の温度が高くなっていることも寄与していると考えられています、うん 地球温暖化の影響も寄与しているということですが地球温暖化が進むと気温が高くなるだけでなくて大雨や台風など気象災害にも影響することを昨年11月の放送で話していただきました昨年の台風発生状況についても教えてください、はいえー、2017年の台風発生数は、えー、26個でしたそのうち沖縄県への接近数は7個となり 発生数数接近数ともに平年並みでしたうん沖縄県への台風接近数はうん少なかった印象がありましたが平年並みの7個ということなんですね、意外です、でその内訳はどうなっていますか、はいえー、昨年、沖縄地方に接近した台風は7月から10月にかけて合計7個ですが、はいえー、月ごとの内訳としては、えー、7月が3個、えー、8月が1個 9月が1個、10月が2個でしたそのうち5個の台風接近によって県内各地へ暴風警報を発表していますうん。沖縄地方への接近という説明がありましたがどれくらい近づいたら接近というんですか何か定義はありますか気象庁では 台風の中心がそれぞれの地域のいずれかの気象干渉などから300キロ以内に入った場合をその地域に接近した台風としています、はい、沖縄県においては、えー、那覇、名護、久米島、宮古島、石垣島、入表島、与那国島、南大東島の気象干渉などが位置づけられています、はい、昨年は主に先島諸島への接近が多くなりました なるほど台風の接近が少ない印象を受けたのは沖縄本島への接近数が少ななかかったからなんですね昨年10月末に沖縄本島へ接近した台風第22号は私が一番印象に残っている台風ですが強い風による被害が顕著だったと記憶していますがいかがでしたか はい、はいえー、そうですね。昨年10月に沖縄本島に接近した台風第22号は、えー、まあ、3年ぶりに沖縄本島を台風の中心が通過しています。<ー>えー、その時は一時的に雲の隙間から青空を見ることもでき、その写真がネットにアップされるなど話題にもなりましたね。はい、すごく覚えています。あの私も雲の隙間から青空見たり、あとすごく静かになったのを覚えています。 はいえー、この台風の接近にあたっては台風と大陸の高気圧との間で気圧の傾きが大きくなり台風が接近する前から強い風が吹いたことや、うん、台風の通過前後による強い風の影響で強風で煽られて怪我をするなど人的被害が発生しました、うん、台風の中心が通過したのは3年ぶりだったんですね。 人的被害が顕著だった台風ということですが台風通過時には一時的でしたが雨も風も風弱まりまりしたよねねそうです、ね、当初からあの沖縄本島にかなり近づいて台風が接近する予想でしたし、はい、田辺さんがおっしゃったとおり久しぶりの台風通過で一時的に弱まる風や雨に対して 台風が遠ざかったと油断する方が被害に遭われることも危惧されたことから気象台では、えー、台風通過後の吹き返しの強い風に警戒するようラジオなどの報道機関を通して台風情報を繰り返し発信しましたああ、覚えています、えー、確かに台風が遠ざかったと勘違いする人もいたかもしれませんね長年沖縄にお住まいの方にとってみれば台風の吹き返しの風が強く吹くことはよく知られていることですが 本土や海外かから来県すすするる観光客の方方には初めて体験する方もいいたかと思います、はい、台風通過時の吹き返しの風がどれほど危険かを身近で接する人たちが昨年の事例を参考に周知していくことも必要かと思います、はい、昨年は先島への台風接近が多かったということですが9月に宮古島地方へ接近した台風18号についても教えてください。 えー、昨年最も影響を与えた台風として9月に宮古島地方へ接近した台風第18号が挙げられます、はい、非常に強い勢力で宮古島地方へかなり接近した台風ですが先島諸島に近づく頃から速度を落として進んだため長時間にわたり風速25メートル以上の暴風となりました、うん、長い時間暴風となりましたが雨もすごかったんですよねそうですね この台風の中心付近では非常に発達した雨雲があったため台風の中心付近がかなり近づいた宮古島地方ではその台風が次々にかかり50年に1度の記録的な大雨となりました、うん、雨雲が長時間にわたる暴風記録的な大雨となったとのことですが風や雨の記録観測記録としてはどのくらいですか。宮古島地方における風の観測記録は 宮古島の下地島空港で9月13日に50.9メートルの最大瞬間風速を観測また平均風速は同じく下地の方で38.8メートルを観測しました9月13日の10時頃から14日午前8時頃までの約22時間にわたって平均風速25メートル以上の暴風となりました 平均風速38.8メートルということは樹木,が樹木や電柱が倒れたりトラックが横転したりするなど極めて危険な状態で猛烈な風というんですよね。そうです。よくご存知、ねはい、毎月いろいろなテーマで気象台の方に出ていただいて勉強をさせていただいてますので。えー、では、 続いいてて雨について説明します、はい、あの台風が最も接近した9月13日には宮古島市下里で452ミリ宮古空港で376ミリ宮古島市荒すくの方で494ミリの日降水量を観測しそれぞれの観測地点における年間の最も多い値を更新しました。うん、この記録的な大雨で 土砂災害の発生する危険度が高まったため宮古島地方気象台では宮古島地方に平成18年の運用開始以降初めてとなる土砂災害警戒情報を発表しています被害もかなり発生したんではないですか台風第18号の影響で沖縄県の農林水産被害は6億円を超えるなど深刻な被害を受けたほか車両の横転や船舶の転覆 住居の浸水や一部損壊道路の冠水などの被害が発生しましたまた宮古島地方の広い範囲で停電が発生し携帯電話がつながりにくくなるなど住民生活にも支障が出ましたこのように大きな規模の台風が通過しましたが 幸いいにも人的被害などは発生していません、うん、この台風の影響で宮古島地方では長時間にわたって停電したり携帯電話がつながりにくくなったりして住民皆さんは情報入手がかなり困難だったようですがどのように情報を入手していたんですか当時は台風接近前から地元のケーブルテレビやコミュニティ FM が積極的に台風情報を流していましたが。はい 長時間の停電でテレビの視聴ができなくなり、情報収集はラジオが頼りだったと聞いています。あの FM 喜ノ湾さんも今後ともよろしくお願いします。はい。今回のように長時間の停電によって情報の入手が困難になったことを踏まえて、ラジオを準備しておくということがとても重要だと改めて実感しました。そうですね。あの現在テレビでの情報入手以外に、スマホの普及に伴って 自らのの手手元でで気象台の情報が入手できる便利なな時代になりましたしかし今回の宮古島地方で起きた事例を教訓にもしものことをも考えて災害時の情報入手に欠かせないラジオの有効性や常備について、えー、広めていただけると嬉しいです。はい、リスナーの皆さん FM 技能案でも災害に強いラジオ局として情報発信をしていきますのでどうぞよろしくお願いいたします。 さて、話題は変わりますが、気象庁では昨年から新たな防災気象情報の提供を開始したそうですが、その情報の活用方法を教えてください。はいえー、まず、昨年5月から提供開始した情報をご紹介します。一、はい、つ目は、警報級の可能性です。これは、大雨警報や暴風警報などを発表する可能性を、高と中の2段階で表すものとなっています。はい その活用方法としては台風が接近する予想がある場合など暴風警報を発表する可能性が高い場合にはこう、うん、こうほど、えー、可能性が高くなくても警戒を発表する可能性がある場合には中として発表しますのであらかじめ心構えを高めておくことができます、うん、警報級の可能性は特に台風の接近が予想される場合に有効です、ね、そうですすねねそう多くの皆さんに利用していただきたいと思っております。 えー、続いて、えー、2つ目の、えー、危険度を色分けした時系列についてご紹介します。はいえー、例えば台風接近時に注意報や警報が発表された場合雨や風などに注意が必要な時間帯を黄色で、はいえー、警戒が必要な時間を赤色で表示して提供する情報となっています。はい えー、暴風や大雨となる前に早めの避難行動へ役立てていただけるものとなっております昨年は台風が本州を縦断する際にテレビの気象解説でよく利用されていた危険度分布も昨年新たに提供を開始された情報ですよね。そうですねあの警警報報報の危険度分布は浸水害洪水害害害洪土砂災害について、えー、注意基基準警報基準 警報よりさらに1段上の基準と比較して色分けしていますえ、はい、それぞれの地域でどの程度危険になっているかを分かりやすく地図上に表しています、はい、また、えー、実況だけでなく1時間先3時間先までの危険度も一目で確認できるので、えー、危険度が高まっている場合は市町村から発令される避難情報などにも従って、えー、身の安全を確保する必要があります はい、今紹介していただいた情報はどうやって見ることができますか。これらの情報は気象庁ホームページからご覧いただけますので、パソコンやスマホを使って確認してみてください。はい。ぜひね、この何平時の間にね、どんなものか見ておいていただきたいですね。はい。では最後に気象台からお知らせがあるということですが。はい。えー えっと、沖縄気象台では1月15日から21日の防災とボランティア週間に合わせて毎年、防災気象講演会を開催しています。はい、今回は住民目線、自治体の目線に立って情報をいかに活用し防災対応を考えればよいか、うん、また防災力を高める工夫など3名の講師をお迎えしてお話ししていただく予定です。うん 開催日時は来週1月23日火曜日13時からです。はい、場所は浦添市手箱ホールのショーホールとなっております。はい。あの店員にはまだあの空きが十分ございますので、はい、早めの申し込みよろしくお願いいたします。はい、申し込み電話番号は0988334283。沖縄気象台業務課電話0988334283です。 はいお申し込みはこちらまでぜひお願いします。すね、はい、はい、ぜひよろしくお願いします。はい住民目線というところがね気になりますね。はい、ね、どんな公演なんですかね。はいぜひ防災について考える機会になると思いますので皆さん参加の方お願いします。今日は2017年の沖縄地方の天候を振り返ってと題して沖縄気象台業務課の久保さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。 どううもありがとうございましたライフサポートラジオ、安心・安全な生活を送るために、FM 宜野湾よりお送りしました。 今回は沖縄気象台業務課の久保さんに来ていただきましたありがとうございましたいざという時に行動できるように備えましょうそれではまた来週この時間にお会いしましょうはい、はい